はい、どうも、ショーティビです。よろしくです。はい、お願いします。はい、ということで、はい、来ました。ジャンと、お、届いた。はい、来ちゃいました。これまだ動画で何も言ってません。はい、はいはいはい、ツイッター、インスタでは言ってるんですけど、先に出しちゃってる。そうそうそう、なんですけど、まあ見てる人あんまいないんだろうっていう、はいはい、勝手な思いで、こちらですね、ミズノグローバルエリートの、はい、グローブをまさかの俺オーダーしちゃったっていう。本当に聞いてなかったんで僕も。本当ですよね。いや、今年から野手転向をまあ言ってるじゃないですか、はい、宣言してたんで、まあ内野手のグローブせっかくならオーダーしちゃおうってことで、はいはいはい、まあ今までハイゴールドのグローブをね一軍として使ってたんですけど、うん、ちょっとこう先がこう弱くなってきてボールがこうなんか抜けちゃうというか飛んでっちゃうんで、まあ、ちょっと使いすぎちゃって。そうなんですね。なんでちょっと新しいグローブ買いました。はい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 。でまあインスタツイッター見てる人はもう知ってると思うけど、ちょっと知らない程度ちょっと見てほしい。ワクワクしてほしい。ワクワクしてほしい。はい、それがこちら。何色使ってんのって話ですよ。まあそうなんですよ。これ4色ぐらい使って、で特徴はこの刺繍です。はい、ダイバーシティブルーっていう去年からの限定です、うん、ここのウェブね、まあウェブをこう選ぶときに、ウェブこう、あ、じゃあこれにしようって選んだときに、ここは何色にしますかみたいな、そういう選択出たんですよ。はいはいはい。なんで、あ、じゃあ3色、あ、信号だっていう思考で、あの赤、青、黄ということで車運転しすぎ。そうそうそう、車運転しすぎなんでちょっとね、そういう思考になっちゃったんで、はいはいはい、今回はこれを、はい、こんな感じでデザインしました。で、俺ここキャメルと思ったんですけど、これ白っすね。で、はい、ネイビー、ネイビーとホワイトで、ここの何ハミだっけ。切りハミです。切りハミね。切りハミはコルクかな。オレンジでコルクの色にして、オレンジかコルクかどっちかっすね。どっちだろうね。うん、多分どっちでもいいね。あ、いいね、はい、で、親指のところにまさかの鬼と丸抜き刺繍で、ね、丸抜き鬼にして、まあ何でも鬼つけちゃう、まあ癖があるんでつけちゃったっていう。そこだけじゃないからね。しかも思うんですよ。そうなの。いや、平裏見してみいやろ。平裏、そうですね。平裏、はい、こちら、はい、こちら刺繍ですね。鬼スライダーで翔平デビート。なんかとりあえずなんかこう2つ2段入れられますよみたいな、うん、あったから、なんかあるかな、翔平 TV 上どうしようかなみたいな。まあとりあえず鬼スラかなみたいな。ピッチャー用じゃないよね。そうですね。そうそう、ピッチャー用だったら鬼スライダー合うんですけど、まあまあ、内野手用っていうね。あ、刺繍はね、好きなの入れるのがベストですからね。そうですね。で、ちなみにこれ糸原選手型にして、で、あの紐のこう向きも全部変えました。逆巻きにして、ウェブも変えて、はい、この辺全部変えました。サイズはちょっと5ミリアップしました。あ、いやいや、糸原選手の原型がね。原型ないですよ。形としては大きめ、広めっていうんですか、こう広めなんで取りやすい、はいはいはい、結構俺こういうなんか狭いグローブ結構苦手なんで、はいはいはい、広めの、まあ、あのハイゴールドのグローブ自体を広めで使ってたんで、まあ、それと同じ型にしたいなっていうので使いました。で、よく良平が言ってるヒンジとか、なんだっけ、指股とかヒンジとか、はい、筋閉じとか、よう分からんけど、この辺はなんか多分ないと思います。よう分からんけど、まあ、水野さんはあんまりないんで、そういうグローブが。そうなんですか、はい、言ってくださいそれ。言ったじゃん今。言ったか。はい、で、実はこのステッチね、水色と、はい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 、微妙に水色にしてあります。まあこんなとこですね、紹介は。けど実際、まあ今日練習なんですけど、はい、こう普通にやってたらこう派手なグローブってあんま分かんないですよ。そうなんですよ。やっぱそう、背面側がちゃんと2色、ほぼ2色で収まってるので、そう、あんまり派手な感じしないんだけど、こっからえーってやっちゃうと派手だなって。ウェイってやっと進め、止まれってことだね。そう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 、信号大事ですよみたいななってるんで、モンタナさんで2回ぐらいスチームを入れて、まあ程よい感じにしといて、あとはここのこことここをもうガンガン、もう関節部分、そう、鬼もみしたらだいぶ柔らかくなりました、はいはい、まだね、新しいんで、キャッチボールした感じ、まだね、パーンといい音が聞こえないんですよ。まだ張りがありすぎるかなっていう。そうですね。まあ内野手、正直あんまやんねえ気がするんだよね。正直あんまりファーストが多い気がするんだよね。はいはいはい、はい、けどまあ、いつやるか分かんないんで、育っていこうかなっていうふうに思いますけど、まあ良平もね、今度オーダー来るっぽいんで。そうですね、まだ届いてないんですけど、はい、YGS ね。YGS? YGS とあのデルタが来るらしいんで、デルタもマジで本気で悩んでる。悩んでますね。で、まあ、ちょ、肩はまあとりあえず、まあ、こんな感じ。うん、この薬指と中指のこの間ぐらいしっかりと掴む、そう、掴む系ですね、はい、まあ、当て取りなんかできないんで、しっかり掴む感じにしました、はいはいはい、で、両平的ちょっと肩チェックお願いします。失礼します。あー、水野さん特有の、いや、翔平特有です。水野さん特有の。何言ってんすか。いや、水野さんが、はい、ここ、まあ、土手が結構しっかりとしてて、うん、で、当てがないんですよ、水野さんって、うん、
んないなんであの、まあ、しっかりと奥で掴む水野さん特有の型してるなっていう、まあ掴んだら離さないんだろうなって。まあまだ翔平さんも実はキャッチボールの時気にしてはいたんですけど、やっぱまだ硬いんで、ヘリガの部分がちょっとまあ気になるかなっていうのはあるんですけど、まあ、ここは使っていけば全然大丈夫かなとは思いますね。なるほど、はい。なんかあの入れすぎると小指あたり痛いんですよ。小指、小指のこのあたりが。あー確かに、ね、入れすぎるとなんかなってんすよなんかなってんすよ。革製品なので使っていけばどんどん広がってくんで、まあ、最初のうちの我慢なのかなと。そうですね、はい。あーいや本当に派手。まさかね、俺もこんな派手になると思うただまあ本当にこうしてるかな。そう、こうしたらあんまり派手な感じしないけど、オリンピックモデルなのみたいな。そうで、こう向けると赤は派手だなと。じゃ鬼もついてるし、はい、これは一目で分かる、誰の顔一目で分かる。あと本当に肩とこうじゃなくて、うん、IB ラインも変えられるんですよこれ。ここも変えてるのがすごいなっていう。そうですね、あえて、はい、まあ黄色というか、うん、まあ、あのダイバーシティブルーの色がブルーじゃないですか、はいはいはい、ちょっと逆の色というか黄色にしました。僕水野ほぼほぼ使ったことなかったんで触れてよかった。でこれさ、はい、値段がさびっくりした、はい、結構いろんな色使うと値段とか上がってくじゃないですか、はい、そうですね、まあ、普通だったら大体3色目からかかります。そうなんですよ。で実際これ4色ぐらい使ってるんですけど、はい、しかもあの刺繍とか入ってるし、なんかよわからんなんかね、ここにマークとかあるし、丸抜きとかね、そうあるし、ダイバーシティブルーとかあるし、はい、けど一律で 35,200円なんですよ、税込みで。刺繍何個入れても変わんないですか。そうみたいですね。えぇ、ー、いや、わかんないです。それわかんないです。まあ、カラーはね。そう、カラーはそうですね。カラーは何個、何色使っても大丈夫と。そう。だから、水プロだったら多分色使うと多分上がってくるんですよ。そうですね。そうそうそう。でも、グロエリの場合は値段変わんないんで、いいのかなと。草野球人必見ですよ、これは。そうですね。ちょっとこれは、モンタナさんと遊びました。思いっきり改造してあるんで。遊んじゃって、最初、あの、この翔平 TV なくて、なんかこう、アーリアしてだったんですよ。いや、ゴリスポさんだよ。さすがにアリアスだけはおかしいやろってことで、はい、下にこうちょうどね、なんかでちょうど刺繍やってたんですよ、うんうんうん、なんでついでにやってもらいました。はいはいはい。どうですか。いや、いいですね。これ一目で分かるんじゃないですか、誰のか。まあなくさないでっていう。そう、その袋 も, 袋もダイバーシティブルーと同じ刺繍になっててっていうのがあるので、はい、まあ、これもあの選べるんで、そう、これじゃないやつ、普通のも選べるし、はい、ダイバーシティブルーにしちゃったらそっちも選べる、はい、ちなみに納期なんですけど、いつだっけ、僕12月ぐらいにオーダーしました。年末ぐらいですよね、確か。そうですね。で、2月の初めぐらいに届いたんで、早いですね、まあ、2ヶ月かかってないので、うん、結構早い段階で今は届くのかなと思います。はいはいはい。まあ、時期にもよりますけど、はい、まあ、もちろんオーダーも繁忙期とかあるので、結構かかっちゃう時もあると思うんですけど、それにしても早いんで。早いですよね。比較的早く欲しいようだって方はいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひともおすすめなんで皆さんチェックしてみてください。いい。というわけで、今回はこちらのグローブを紹介しました。まあ皆さんもね、ぜひともね、オーダーの季節だと思うんで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんですよ。マジ、いつの間に。まあさらっとだってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、その右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですけど、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。あの、衝撃ケース。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで？プロ野球選手なんかも、吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で、石橋さんがつけてました。はい、そういった、あの、竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな？ 2 名の方にプレゼントしたいと思います。これ、色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ。使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだプチなんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うから、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい。
絶対どっかに暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、これ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい、で期間は、まあ、気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあ、そのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者の方ですと、はい、本日の動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。はい。じゃあ、これはい。エイジェットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ。何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超 ATV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので。フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと。頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。